韓国テニスの看板チョンヒョンが世界ランキングに13位を維持した。チョンヒョンは11日世界男子テニス協会が発表したシングルス世界ランキングで23位を記録した。先月20日から4週目に13位を維持している。チョンヒョンは先月31日の全米オープンに開戦で M 駆逐金に03と乾杯した。今シーズン。 チョンヒョンは悩まされてきた足の裏の豆が今回もトラブルを起こした。全米オープンを最後にチョンヒョンの今シーズンメジャー大会も終わった。チョンヒョンは初のメジャー大会だった全豪オープン準決勝に進出し、一躍ワールドスターとなったが、全仏オープン、ウィンブルドンには足首の負傷で欠場した。一方、 ジョコビッチは世界ランキング3位まで浮上した。ナダルが1位、フェデラーが2位を守った。全米オープン準決勝でジョコビッチに敗れた西ゴリ K は19位から12位へと世界ランキングが上がった。アジアトップランカーの座は変わらず西ゴリが守った。